皆さんこんにちは、フォーゲーマーのノルチです。どうもコウスケです。よろしくお願いします。お願いします。さあということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。明けおめことよろタツノシーン。タツ、わー、年男。あ、そうなんだ。今年36歳年男、よろしくお願いします。じゃあ3週回ったってことね。そうです、人生3週目です。あら、3週目それ違くね今スパン短くね、12年って12歳ごとに変わるって。いや、すごいね。はすごい、どうでもいいんですけど、辰年に、めいっ子もできまして。あら、36歳にして、めいっ子と3回りも違うんだって思うと。あ、そうか、同じね。そう、辰年だから。はいはいはい、感慨深いよね。なんか怖い、自分の年がもう。いや、そうよね。そっか、目の前にいる子供が。そう、3回り違う子なのよ。怖いですよ。いや、でもやっぱそうやってね、人間っていうものは紡がれていきますから誰誰でも俺も、あれだよ、実家帰ったらもうやっぱ最初からうちの母親も父親も全然俺の女性の気配を気にしてない配慮がなかった。それはどっちだろう、諦めなのか気遣いなのか。気遣い。あー、なるほどね。なんかなんつうの、もう最初から俺に彼女とかいない前提のやっぱあれで工程が進んでた。もう事前のそのセッティングがもうそうそうそう、あれだから、あんた何々の日いないしょみたいな、はい、いるしょみたいな、はいはい、で年末帰ってきてるしょみたいな。あ、なるほどね、いない前提の話がする。そうそうそう、いや、もしこれ俺がいたらどうすんのみたいな話はしたけど、すごいポカンとしてうちの父親と母親が愛されてますね、ということで、はい、そんな正月でございましたけど、はい、我々ですね、すごく楽しみにしていた、10周年。そうです、記念ガチャ。しかもこれだって本当の10周年はもっと後だもんね。はい、2月3月とかそっちの流れなんで。そうだよね、2月の初めかな、はい、2月の頭ですね。ね、はい、なんですけども、これがもう全祝祭で1月に始まってしまうという、はい、で結構さ、今までのさイベントって、うん、まあ全祝祭とかプレとか言っても、うん、ちょっとなんかイベントがちょっとこう、そうね、ランジョンが前のやつがちょっと復刻するみたいな。そうだったんだけど、今回なんとしっかり新キャラがいまして。そうね、まあちょっと俺っち編で見てくれた人はちょっとね二重になるかもしれないですけど、うん、まあ、とりあえずこのラルグ、まあ、しっかりね俺っち編で紹介してるんで、そちら見てもらいたいんですけども、あと行き過ぎたかな、これね、ネーハ。このネーハがね、ネーハっぽくなくて可愛い。そうね、なんかアニバ系ってこういう色使い、この色使い、このケーキっていうか白い色使いが多いね、うん、パステル感プラス白みたいな、うんうんうん、しかもね、この他にも今までの歴代の目玉キャラが結構、これでさ、こんだけのキャラ来るってことはさ、本祝祭みたいなことがあるとしたらさ、どんなキャラ来るの、ピックアップ。新規キャラ100体来ますえぐやりすぎ、あ、引けない、そんなに全部あれじゃん、当たりじゃん、ガチャが全部演出です、うん、ということで、まあ僕どれででも本当に上のエクスカリバーとか、はい、あとキルフとかも意外と持ってないんですよね。あ、そうなんだ、うん、キルフめっちゃ強いぞ。あとフィーリーも持ってないし、このナティエも持ってないかな。で、このベスタも欲しいんですよ。ああ、あのイケメンベスタ、そうそう、花婿ベスタとか、あとこいつね、ダネットとか。ダネットめっちゃ欲しい、今のコーデ最適解だから。そう、持ってないので、まあ何着てもいいかなって思うんですが、やっぱり可愛さで言ったらネーハ欲しいね。で、あとやっぱね、能力ね、俺チェーンでも、まあね、何回も喋りましたけども、ちょっとこのラルグも欲しいなということで、ラルグ引いていくんだよ、ね、なということで、いかがお過ごし。チリン。ああ、読み込んでる読み込んでるわ、読み込みね、大事。3ミリいきましょう。よいしょ。これで俺 1? 俺と似たようなあの出方したら、おい、すごい、いきなり、おいおいおい、このガチャどうなってんだよ。おい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 、おい、出ちまってよ、エクスカリバーが。よいしょよいしょ。これで2体目かな、俺このロボット系は。ほう、前回出たメガネちゃんは僕持ってるんで、はい、でもまあまだ新しいからね。まあまあまあ出たばっかだからね。はい、行きます。まあまあ、ナティエ、ナティエ、あ、メルク、メルク、メルクすごいことになってる。惜しい、惜しかったな。いや、でも4はなかなか薄いからね。しかも横4はなかなか、横4、いや違うのよでもさ、出てるキャラえぐくない？えぐい。なんかほんと10周年をさ、うん、なんか彩るかのような、ね、彩るかのようなさ、歴代の、歴代のもう勇者たちが、ね、出てるね、揃ってますから。はい、これどんどんいきましょう。新キャラ出れば何でもいいよ、ほんと。これもね、11連で新キャラ1体出ればもう御の字、我々としてはね。はい、読み込んで、よいしょ。ラルグはね、もっと近いね。ラルグ欲しいな。今ピックアップですね。
止まれ。うわでも出てるよ。うわでもリンドかザッタ。あのなんかさ俺っちのさ動画見て後だからなんかおかしいな。やっぱあれ俺っちおかしかったね。おかしかったね。ね、なんか 俺だいぶまんべんなく出てない？うん、俺のやつねだいぶおかしかった。だいぶおかしかったよね。だいぶおかしかった。まあでもまだ俺は負けない。確かに負けないってよくわかんない。ラルグ出せば勝ちだから。そう。ここのターンは一旦ラルグ出して勝ち。もう新キャラ何でもいい。出てくる、ね。なんかこそっとダネット出てきそう。ね。ダネット今のダネットじゃん。止まれ。うわあ。うわー出ましたけど止まれ。いやー。これはこっち側の呪いかかってるね。そう、なんか別のなんか入った、うん、同じあの違う乱数でね、違う乱数入った気がする。乱数固定系。でも僕は今回ちょっと一応ラストで、これがラストということで、はい、聞かせていただきます。まだまだあるからね。うわ、でも全然読み込んでなかったよ。全然読み込んでなかったよ。お、やっぱあれやりたい。ゴージャス式出た。レボリューション。それここ。おお、ここでここでバシューになった。おし、3つ止まれ。違う。はっ、さっ、リンドウがめっちゃ出てんだ俺。リンドウハマってんな。はっ、あー出なかったか。新規1回。でもエクスカリバーだいぶでかい。でかいでかい。やっぱ今の人気シリーズですから。いやでもこのでもリンドウがめっちゃ出たな俺。そうだね。リンドウめっちゃ出た。リンドウ何パーなんだろう。どうせ 0.8 だろ。ちょっと待って今ちょっと。進化させろもなんか。でも売るわ。メルクは売るわ。まあいいよ、3体入れ。このメルクは売るわ、うん、こいつも売るわ。よしよし。で、リンドね。リンドリンド水、0.8。 あ、やっぱな。うわ、やっぱまた。待って、あのさ、あんまこう言っちゃいけないけど、ちょっと偏ってないですか、サモンさん。ちょっと偏ってないですか、箱。俺だってリンド今さ、何体入れた。3体ぐらい出たんじゃん。2じゃん。けど、2も出て、ダメでしょ。1下にも1。1結構出てるな。あと湯の宮も出てる。あれ 1.2 だった。ほんと、うん、うわこの水湯の宮ね。そう、うわけど新規キャラ出たからええか。いや、いいやろ、十分十分だ、うん、はい、ほんでこれまだ全祝祭で今後にも期待したいですからね。あのぶっちゃけね、これ今回はこのあれで引いたけど、まだまだあるんですよこれ。俺はね、だからダネット、ダネットがダネットピックアップは18日からだね。来週だからもうほんとギリギリだ。ちょうど来週だね。1週間でチェンジ、サイド B、ね、このサイド B 俺ちょっと待って、ネーハと、うん、てかネーハとダネットが来るタイミングあるの。ネーハとダネットじゃない、だって B だから。あ、そうかそうか。 B のさ、サイド B だから、これ最初はでも、あ、ダネット来てるわ、次来るわ、ごめん。18日だわ。あ、そう、来週だよね。あ、来週の。それがネーハの来てんじゃない。あ、ダネット 0.8 で、お菓子ネーハも 0.8 だよ、ほら。あ、ほんとだ。じゃあここだわ、来週だ俺。来週にもう一回課金だわ。そうだね、うん、でも俺ちょっとさ、最近さ、別のもので3万使っちゃったからさ、なんかこういうでっかい体験買うのに3万円も使っちゃったから。ブンブンブンって言われちゃうから。デッデッデッデレレレレレって。ちょっと詳しくは僕の YouTube か Twitter 見てください。 Twitter に、 Twitter に載ってるんで。もうだから、いやでも俺は10周年だから、またデッデッデッていくかもしれない。一旦ね、動画ではこれで終わりますけど。そうですね、はい、あの意外と我々裏で追ってること多い。はい、まあそんな感じです、ね、はい、はい、あの今回は10周年の全祝祭ということで、あのミッションもね結構来てて、うん、あのペンとか、あとサモクリが多分ね8000か1万ぐらいもらえる、ね、2000か5個ぐらいのやつがあったりから、あのぜひそっちもね皆さんチェックしてやってほしい。私多分あの記念だから、なんか光結晶をね、なんかそういう配るやつとかもありそうで、ね、やってると思う。あの1日1回のダンジョンとかも確か、うん、今日も来た気がするから、ね、だからみんなコツコツ貯めればまた50連ぐらいは、はい、回せる。あ、50連じゃない、10連ぐらいはめちゃくちゃ回せる。50連はすげえ回せる、うん、ごめんね、10連ぐらいは回せるね、うん、50個ねいけると思いますので、はい、そういうのも、ね、やってみてほしいなと思います。はい、といった感じで今回の動画は以上となります。それでは別の動画で、うん、バイバイ。10